科学団トレーニング編でございます。今日は猫背でございます。これはリクエストが多いですね。猫背だよね、ここちょっとね。これほら綺麗、維持するためのトレーニングを今日はやっていこう。まずは最初のエクササイズ、定番です。片足立ち、足と頭の位置が同じ位置にあって、この状態、これ反則、これ反則、この状態で力まないで止まってましょう。よースタート、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK! 反対、1、2、3、グラグラして、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK! 次は背伸びの運動をしていきましょう。第一関節ではなく第二関節が床を捉えた状態で背伸びをしてください。1回上がって5秒したらば降りる感じを5回いきたいと思います。指の第二関節をつけていただいて背伸び、1、2、3、しっかり4、5、はい、ゆっくり降りる、背伸び、1、2、3、4、5、しっかりつけば安定しますよ。降ります。さあ、これね、1、2、3、4、5。4回目、1、2、3、4、5。足の部分もしっかり伸ばして、はい、下ろして、ラスト上がります、1、2、3、4、5。はい、ゆっくり下ります。はい、です。次は前屈をしていきましょう。前屈、ここまで行くとこの辺の硬い人いるでしょ。並んでね、膝を曲げます。しっかり膝をつけといてくださいね。このようにやっていきましょう。これを10回いきます。吸って、1、吸って、2、3、こっから4、5、はい、6、7、8、はい、9、ラスト10。はい、です。次、ドローインといいます。お腹をしっかりへこませる動きです。ここの骨、その骨が上を向くような雰囲気、この恥骨を上に上げる筋肉、骨盤底筋というのが立った時の姿勢に重要なんだね。紐があったとしたら、うん、この動き重要なので、これを10回繰り返します。吸って、吐きながら1、吸って、吐きながらお腹へこますんだよ、2、吸って、真ん中で3、吸って、恥骨上に上げるね、4、恥ずかしがる、吸って、5、吸って、6、ここにグッと前出して、吸って胸張って、7、吸って、8、吸って、9、吸って、10。この筋肉が衰えてしまうと、女性だったら将来的に尿漏れであるとかガニ股になってしまうとか、子宮口っていう赤ちゃんが通る道が硬くなってちょっと出にくくなるとか、そういう可能性がある。男性もね、真ん中の足が元気にならないとかいう話がありますから、右足、左足、真ん中最終的なエクササイズいきたいと思います。大頸椎って言うんだね、耳の付け根、第二頸椎。ここね、わかるかな、へっこませると、この耳の付け根から下向きたくなんない、こういう風にここに指をつけていただいて、一回吐いて吸いながら上、吐きながら正面、 OK? これを10回吸って、吐きながら2、吸って3、グッと上げて、吸って吐きながら4、しっかりここからね、マイクを出すぎないように、吸って吐きながら5、そうですね、吸って吐きながら首使って6、はい、吸って吐きながら7、吸って吐きながら8、吸って吐きながら9、次ラストです、吸って吐きながら10、オッケーです。これが
外の筋肉を使ったエクササイズ。足、骨盤、お腹、首つながってる感じになっていただいたら非常にいいと思います。次は中の筋肉、呼吸の筋肉なんです。維持する方法は深呼吸能力なので、今から深呼吸をゆっくりやっていきたいと思います。エクササイズなのでちょっと強めにやっていきたいと思いますけども、よろしいでしょうか。コツはしっかり一生懸命吐く、その分吸えるので、足整えた、骨盤整えた、腹へこませて、首整えた。さあ、これを吸います。せー、はい、ふー、に、さん、し、ご、吸います。鼻で1、2、3、4、5、結構吸うの大変だよね。一回休んで結構です。これを5回繰り返していきましょう。エクササイズですから、さあ吐きます。1、2、9、吐いて3、4、5、吸います。1、2、3、4、5、めっちゃ吸いますね。吐いて1、2、3、4、5、吐くのお腹引っ込むといいかもしれません。して1、2、3、4、5、 OK、 3回目いきましょう。吐いて1、2、3、4、5、結構しっかり吐いているです。吸います。して 1、2、3、4、5、 4回目吐いてしっかり吐きましょう。1、2、3、4、5、吸います。1、2、3、4、5、いいですね。次1、2、3、4、5、胸張って吸います。して1、2、3、4、5、 OK です。吸った時に肋骨が上がる能力があります。吐くとお腹が引っ込む能力が上がります。しっかり吸えてるからまっすぐになるんです。呼吸筋が大事なんだぞ。姿勢のいい人を目指してください。ストレッチは科学だ。チャンネル登録よろしくどうぞ。